の愛知です。私事なんですが、昨日ですね、チャンネル登録者が45万人達成しました。ありがとうございます。昨日はですね、夜に、まあ、23時から24時まで一緒に勉強しようっていう生放送させていただいて、で、いつもその24時になって勉強終わりましたって、その時間から10分間だけ、まあ、コメント読みながら雑談するって時間を設けてるんですけど、で、昨日のうちに、もしかしたら行くかなって思ってたんで、その勉強終わってすぐにチェックしたら、16人ぐらい足らなかったんですよ、登録者が。で、それを、もうちょっとだったよって言ってみたら、その時1500人ぐらい見に来てくれてたので生放送を、もう心優しい方がですね、登録をしていただき、45万に行く、よくあるやつです。45万行った、やったぜってなったら、ガッて減るみたいな。45万を行ったり来たりっていうので、33歳のおっさん遊ばれたんですけど。でもね、皆さんのおかげで、しかもね、生放送で達成することができました。本当にありがとうございます。毎年1月1日に、まあ、年始にね、こういう目標を一応掲げてて、で、その2つ目ですね、チャンネル登録者45万人。で、日付こういったので、正しくは10月2日なんですけど、まあ、活動日が10月1日だったので、まあ、通夜達成という形にさせてもらいました。よかったー、本当に。まあ、登録者の目標は、夏休みに50万人一応情報修正はしてるので、もちろん今年はその数字を目標にまだまだ頑張っていくんですけど、一応でも年始に掲げた目標が1個達成できたので、自分の中ではすごい達成感と、で、まあ、自分の喜びもありましたけど、こう普段からね、こうすごく自分のことを応援してくださってる皆さんもすごい喜んでくれたので、それがやっぱり何より嬉しかったです。本当にありがとうございます。で、まあ、いつもね、言ってることにはなるんですけど、本当にこう、皆さんが支えてくれてというか、みんながね、自分の力になってくれて、こうやって6年間も授業を取り続けてっていう、このチャンネルやってこれてるので、本当に、もうなんか感謝の思いが、ありがとうだけじゃ足りないんですけど、でもまあ、その言葉しかちょっと思いつかないので、本当にね、ありがとうございます。で、まあ、まだまだ、ほんとまだまだなので、だから教育のチャンネルがね、もっともっとこの日本で、まあ、チャンネルがというか、YouTube、まあ、YouTube じゃなくても全然いいんですけど、無料で勉強できるっていうそのコンテンツとかサービスっていうのが、まあ、日本ではもっともっと普及して、より多くの人に認知されて使ってもらえるような、そんな日本にね、変えていけるように、まあ、微力ながらこれからもね、頑張っていきますので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃああと3ヶ月で、ちょうど3ヶ月であと5万人なので、まあ厳しい数字ではあるんですけど、しっかりそこの数字見て頑張っていきますので、どうぞ皆さんもね、多分勉強とか、まあ受験勉強、テスト勉強いろいろあると思うんですけど、ぜひこれからもね、お互い一緒にね、頑張っていきましょう。